広川博士前3月31日から1967年に1月7日は、日本の政治家、僧侶、教育者。広史前は、総統州の僧侶名で、本名は、広川博士。衆議院議員。第12.1416代農林大臣、国務大臣第6代行政管理庁長,長官、自由党総務会長、幹事長、民主自由党幹事長。 財団法人青葉学園理事長、青葉学園短期大学所大学長を歴任した。肖像医、訓一等随法省。福島県石川郡玉川村生まれ。聖火は、総当州の人体安寺。区学士、駒沢大学仏教学部中隊。道路妊婦、郵便配達府を経て、東京市電職員となり、東京交通労組を結成して、労働葬儀を指導する。 道路祖中央執行委員から社会民衆党公認で東京市会議員となる。その後、立憲政友会に席を移し、東京府会議員を経て、1940年、衆議院議員補欠選挙で初当選。戦前は鳩山一郎派に所属する。1942年の翌3選挙では、非推薦で立候補して落選。 翌年の東京都発足による第1回東京都議会議員選挙で当選し、都議会議員となる。戦後、日本自由党結成に参加。1946年、東京小売主犯組合理事長、同年、戦後初の総選挙に東京を2区から立候補したが落選。しかし、再開が法定得票数に達しなかったため、再選挙が行われることになり、 再選挙で当選した。1947年日本自由党の副幹事長。1948年民主自由党幹事長に就任。鳩山が公職追放後は吉田茂に接近し、当人派の側近として徴用される。もっとも官僚派を重視し貴族的な趣味の持ち主である吉田と要望から狸とあだなされ、変幻自在な政治姿勢の広川とは、 体質的に合わなかったと言われる。山崎主犯工作事件では、当初、民主自由党幹事長、山崎武氏を主犯に押しながら、土壇場で、吉田に通報して裏切るなど行動に一貫性が、なかった。それでも、1951年には、自由党総務会長、第3次、吉田内閣の農林大臣を歴任して、吉田には徴用され、自由党内で、 約30名余りを従えて広川派を形成、大物政治家として一定の地位を確立した。しかし、自由党幹事長の増田孝志七や副総理となる小形武虎の台頭によって政治基盤が脅かされると、範囲吉田で鳩山内閣成立に燃える三木武義の工作によって吉田陣営から離反することを決意。1953年には、 佐藤英作の自由党幹事長就任に反対の立場を取り、さらに馬鹿野郎発言問題による吉田の懲罰動議をめぐる採決では、現職閣僚でありながら鳩山派議員に同調して本会議を欠席し、懲罰動議可決の原因となった。このため激怒した吉田により3月3日に納承を罷免される。直後に再び鳩山に接近し、馬鹿野郎解散を受けて実施された。 総選挙では、文党派自由党から立候補。しかし自由党幹事長の佐藤栄作に狙い撃ちされ、対立候補者の自由党公認、元東京都局長の安井大吉を吉田と佐藤が全面的に支援した結果、広川は会えなく落選した。1955年の総選挙では、与党日本民主党から立候補し、鳩山ブームも相まって自己最高得票で、 トップで当選し国政に復帰。同年、自由民主党決闘に参加するが、この頃にはかつて一派を率いた、政治力はすでに失われていた。1958年の総選挙では、正式社名された、かやおきのりが、旧東京を3区から出馬することになり、選挙区を出身地である旧福島2区に移して、出馬するが、再開当選者と254票の僅差で、落選した。 1960年、1963年の総選挙では再び選挙区を旧東京を3区に戻して立候補するが連続落選。その政治生命は完全に絶たれた。1967年の総選挙にも自民党公認で出馬予定だったが、選挙直前の1967年1月7日に休止した。そこでこの選挙には急遽。 妻の広川静江が夫に代わって出馬して当選した。しかし、1969年の総選挙では、同じ自民党から小坂徳三郎が立候補したため、大差で敗れ引退している。国会議員在職時に、世田谷にあった青葉学園の運営を引き受け、青葉学園短期大学を1966年に開学した際には、初大学長に就任。母書は、 横浜市鶴見区の総統集大、元山里志持寺、石橋丹山、安藤正澄と共に、正解三層と称された。ありがとうございます。